栄養ということで、世界の人々の栄養と生活水準の向上、農業生産性の向上、農民の生活水準向上、2015年までに栄養不足人口を半減させるんだって。こんにちは、ココミライチャンネルの俊介です。今日は経済部分の第39項発展途上国の食料問題についてやっていきたいと思います。今回も前回の続きプラス全然内容が難しくないのでささっとねすぐ終わらせていきたいと思います。まず食料問題はどういう風にして起こるのかということが書いてありますね。原因としては人口爆発、都市への人口集中、異常気象、資金不足とかいろいろ書いてあります。まず人口爆発によって食料不足が引き起こされます。当たり前ですね。食う人が増えれば食べ物が減る、当たり前です。で、都市への人口集中、やっぱり出稼ぎだっつって金ねえっつって都市に行って普通に労働者として働こうとするとどんどん農業をやる人がいなくなるんですよ。それによってもう全体的にね食料が減ってしまうということが起きます。で、異常気象ですね。やっぱり異常気象が起きるともうね全然作物育たんみたいなことになるわけです。ダメになっちゃったとか、であとは資金不足、金がないと、金がないとね農業にもお金かけられません。そうするとねやっぱりいろんな技術とかも遅れていってしまうわけで効率も悪くなります。ということで食料が少なくなると。で、その結果起こされるのが低い食料自給率と慢性的な食料不足で、そうなると栄養不足、そして飢餓です。もうほんと悲惨ですね。もう全然食うものがないということになるわけです。で、それの対策としてですね、国連食糧農業機関というのができます。FAO ということで、世界の人々の栄養と生活水準の向上、農業生産性の向上、農民の生活水準向上ということで、まあ、とにかく食い物について何とかしようとしたのがこの期間ですね。もうなんかここからも分かりますよね。だいぶ食い物について何とかしようとしてる集団だなってことが分かれば OK です。で、まあその後ですね、世界食糧サミットとかいうやつも開催します。こいつが2015年までに栄養不足人口を半減させるんだって言ってね、まあそういう宣言をしたわけです。で、その後ですね、ミレニアム開発目標 MDGs ってやつができます。2015年までの貧困、教育、医療などの達成目標ってのを、まあ、作ったと。貧困を撲滅するんだとか、初等教育をみんなに実現させるんだとか、 HIV なくそうとか、そういう目標をね立てたわけですよ。2015年までにこんな問題いろいろ解決していきましょうよと。で、2015年になりましたと。じゃあこれからはねもっとこういう問題解決していかなきゃいけないねと言って新たに作ったのはこれ SDGs です。SDGs になってもっとたくさんの、ね、目標が作られます。これ持続可能な開発目標ということで、これ普通にね一般常識としても知っといた方がいいやつですね。2030年までの保健、教育、格差社会などの国際目標が示されている。 SDGs 検索してみたらいっぱい出てくると思いますよ。そうだからこいつらは食料問題とかだけじゃなくいろんな問題を解決していこうという目標なわけです。で、最後、飢餓輸出について説明しておしまいにします。これはもうお金ないと、お金なくてやばいからめちゃくちゃ輸出するんだけど、その時にもう自分たちの限界ギリギリぐらいまで食料まで輸出してしまうと。だからそれによってねもう全然結局食料足りなくなってもうむちゃくちゃ腹減るみたいな飢餓になってしまう。これが飢餓輸出ですね。まあそんな感じだっていう状態です。次回でラストですね。次回は国際協調と日本の役割ということで、まあ ODA 周りの話をしておしまいにしたいと思います。ここはねちょっと若干重いかもしれないけど、まあまあ大したことないかな。最後これ頑張って経済にねケリをつけましょう。はい、という感じです。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。